はい、皆さんこんばんは、ブルーです。今回はマリオカートツアーパート90、体験ツアーの後半戦が始まりました。今回はキノピコカップをやっていこうと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。今回昨日のね、アップデートで、レース級の横のデビュー画面ができましたので、今回は、レース級のみ、横にしてやっていこうと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。まず最初は、マリオサーキット 3R、FSC のマリオサーキット 3R で 3R です。またでこのマシンでこちらでやっていきます。今回からね、レース中のみ横にしてやっていこうと思います。それでは真ん中スタートです。3、2、1、スタート。まあ今回はね、レース中はレース中のみ、横にした状態でレースを行います。最後はなんとか大逆転ができました。それでは第2戦いってみよう。第2戦は実りのジャングル、今季新芝のディノジャングルで、今回はドンキーコング、こちらのマシンとグライダーは、で行きます。芝のディノジャングルです。それでは真ん中スタートです。
自分で考えた。それでは第3戦いってみよう。第3戦はチョコマウンテン X。 今回はこちらのキャラクターと、マシンをどっちにしよっかな。こっちにします。あ、ちょっと待って、こっちにします。で、こちらでいきます。N64 のチョコマウンテン X はどんなレースなんでしょうか。3、2、1、スタート。あー、この、この BGM は懐かしい。何くらい？あって、相当フレーム来た。それではラストのレース行ってみよう。ラストは壊せアイテムボックス。シミュレーターチャラマシンクライアーでクリアを目指す。
はい、最後までね、ご視聴していただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、または高評価の方もよろしくお願いします。それではまた次回の魔力アートツアーでお会いしましょう。さようなら。